はい。ドレさんがなんか合同練習するって言って、はい。20日。最後、はい、そちらって、来ます？何曜日だろう、20日って。ちょっと待ってくだ日さい。曜日、日曜日らしいですよ。だって6月の20日水曜日っすよ。え？あ、じゃあ多分水曜日ですね。はい。水曜日。はい。僕、17日のやつは誘われてるんですよ、ドルさんに。はい。あ、じゃあ17日かもしれん。それは多分行くと思います。ヒカル君と僕は行きます。そちらの雅の方も行きますんで。わかりました。よろしくお願いします。お願いします。ちなみに、今、ワトさん、どんな感じですか？体調、め、あのー、身体、ともに、どんな感じですか？今。どんな感じ？はい。どんな感じ？気持ちとか体の仕上がりですね。気持ちとか体の仕上がり。いや、はい。まあ、健康的な感じですかね。それはさ、ねえ、どういうことですか？だから体の仕上がりや、その6月23日に向けて、気持ちはそろそろね、ふつうつと湧き立ってくるとか、ね、トレーニングの状況はね、いい感じですよ、仕上がってますよとか、そういうこと聞きたいんですよ。いや、そういうことが聞きたいかどうかとか言われても、いや、みやびさんがどんなこと聞きたいかなんてわかんないですもん、僕。すいませんでした。またご連絡させていただきますぜひんぜで。ひ、よろしくお願いします。はい、17日よろしくお願いします。ぜひぜひ、よろしくお願いします。はい、またご連絡させていただきます。ぜひぜひ、よろしくお願いします。はい、こちら、和道さんでした。どうも、ありがとうございました。はい、失礼しまいいとす。もー。てれってれってれってれんてれってんてんてん。俺たち忙しいんだよ。ちょっと前から見ようか。活動を続けていきたいと思っております。テレビメディア関連、配信などの活動もなくなってしまうかもしれません。ないよ。テレビメディアなどはもう出れないかもしれない。出れない。でも少しでもチャンスがあるなら、出またい。出ていけるように、出たい。テレいビろんな大好活き。動を通してテレビは出たい。アピールしていきたいと思います。ナビったよ。信頼も好感度も好感度？全てを失って、当たり前でしょ。またゼロからのリスタートになるけど、好感度を気にそしれてでる。も新八丁の言うことを聞いてくれたり、やることを見てくれたり、追いかけてくれる人を大切にしていきたいです。そうだろうね。ニュースゼロで不起訴処分の報道されてたのですが、偶然にしては必然すぎるような気がして、偶然？ゼロの境地で、ゼまロとたかけたの？夢番を組のゼロとかけたの？追う精一杯全力で分食べかんる。ない分かんない分かんない。もう一回。必然なの？偶然なの？必然？偶然？ゼロの境地？もう一回聞いてみよニュースゼロう。ニでュースゼ不ロ起訴で。処分の報起訴道さ処れ分。てたのですが、されて偶然にして偶は然にして必は。然すぎるような気がわしかんて、ない。ゼロのゼロの境地で境地。また番組名夢とをかけたの追いね。精一杯全力で頑張っていちょっとよくわかくんない。所存でござい頑ま張るのす。ね。そこはわかった。積んだ人生、積んだ？底辺の底最辺。下層からはもう上がるしかないので、登り続けたいです。いる？これ。謝罪企動画やハプニングやコラボは盛り上がるけど、画。盛り上が毎る。日何気なくネタもなく雑談やってた、つまらない過疎な閲覧の配信でさえ見てくれる、コメントくれるリスナーもいて、そんな人が今では愛しくて、自分にとってかけがえのない存在であって、居場所だったんだなって失って改めて気づきました。謝罪する気ねえだろ。みんなとお話ししたい、流れるコメントを見たい。見たいんだ。今はいろいろ訳あって生放送はできません。さっきやらないっなつっのたで、の。こちらの深夜チューブで投稿していく動画コメント欄にメッセージ残してもらえたら幸いです。コメント小突き励かみよ。になります。まだ伝えたいことがあるので、また後日続きの動画で語りたいと思うのまだで、やるんだ。チャンネル登録と覗き見し謝ていた罪だけ動る画とでチャンネ嬉ルしい登で録流す。すの、こいつ。マジかよ。謝罪ってタイトルでチャンネル登録よろしくお願いします？太い。嘘だろ。
謝罪する動画で俺チャンネル登録よりお願いしますよ。お前パワーワードだろこれ。政治残してもらえたら幸いです。すげえなこいつ。励みになります。まだ伝えたいことがあるので、うん、また後日続きの動画で語りたいと思うので続きはウェブでチャンネル登録と通知していただけたら嬉しいです、うん、新たな YouTube という居場所で活動再開していくのでつながってもらいたいです。謝罪は？いろんな配信や Twitter でみんなのコメント見てました。エゴサーチ遡ってエゴサーチしたり、動画履歴を見てちゃんとチェックして監視してます。してんだ。名前呼び続けてくれて、うん、話題にし続けてくれて、うん、忘れないでくれてありがとう、うん、心配かけました。謝る出せました、うん、また違う形になるけど生放送はやらないので。やらないのかやるのかはっきりしろとは言えないけど、うん、ただいま。はアホンダラーでバカタレなやっちょでごめんなさい。終わりかい、うん、はい以上ですこれずるいだろ。これこの謝罪動画ずるくね。卑怯だよなこんなの。こんなん面白いに決まってるじゃん。汚ねえよやり方が、うん、汚ねえよ。汚くね。ほんとこんなん面白いに決まってるじゃんな。汚ねえやつだよ本当に。いやもうすごいよね。ゼロの境地が俺好きなところなのよ。うん、はあ、俺も謝罪会見やろうかな今度。 YouTube にアップしようかな。謝罪じゃないよね、自己アピールだよね、うん、もう謝罪動画。いやじゃあ今度アップするわ。スーツ買ってきていいよ。やろうか今度。いや太いよね。あ、いやネタでしょあんなもん。あっちの方がネタでしょ。何の謝罪するかな何の謝罪しようかな私ワドンはこの度大変不適切な生放送をしてしまい本当に申し訳ありませんでした。ワンワンは見るからに巨乳であり、あのおっぱあの程度の女だったらすぐにやれるだろうという軽い気持ちになってしまい それやろうよあれ俺ヘイポーのあのシリーズ大好きなんだよねいや元ネタ知らないと笑えないよこれは元ネタ知ってる人は笑ってくれるヘイポーじゃんってうん、つまんないって言われてもな俺が面白かったことあんのかよ何を期待してんだよダウンタウンのガキツカのあのコントがある。そう俺大好きだったけどね。ヘイポー世界のヘイポーあれいいですねーの波が来てそう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 ヘイポンのデート企画そうそうで、あの、あや子先生西村だっけ西川あや子先生が一番かわい輝いてた頃だよね。もうビンタがえげつないんだよねあれ大好きだったそうあれ良かったよね。そうそう西川先生とのが最高なの。西川のキレキャラが最高にハマるんだよね。ビンタが最高なの。うわーっつって。
痛い、はぁーっつって。うん、あれ面白かったよね。西川先生マジでキレてたよって。そんなあんな謝罪文切れるぞ。バッチン言ってたもんね。うん、すごいよね、あんなんで。あのチョイスがまたたまんないんだよね、西川先生っていうね。最初はね、なんだっけ、根本っていうアイドル使ってたのかな。うん、そう、コーヒー豆って言われてた。そうそうそう、謝罪でわざと煽っていくの。うん、こんにちは、40号さんいらっしゃい。そう、この程度の女ならって。西川先生が相当なさすこと聞いて。おさせ、おさせだよ、させこじゃない。あ、この女は見るからにおさせだなとついとか。まあ言ってしまえば五反田の三流風俗嬢と同じような立ち位置の綾子ですから。ガンガン煽ってくんだ。あ、面白かったなあれ、もう一回見たいな別で。あれは良かったよね。この女もしかして誘ってんじゃないのかという綾子のアピールに対し、つい、あら、いいですねの波が押し寄せてきました。とか。あれ、構成作家誰だよな。あの構成書いたやつ、天才だよな。あの構成作家、最近だよ。私が綾子のお尻を触ってしまったことは紛れもない事実であります。しかし、ジョイといえば、一般的にドスケベなイメージがあるということも事実であります。よく覚えてるね。あ、カイヤもやってるんだ。カイヤの見てみよう今度。俺はでもね、やっぱ西川先生がピークだと思ってるから、うん、カイヤも面白いだろうけど、西川先生のあの切れ芸がうまいじゃん、顔芸が。はぁーみたいな、何なんですかみたいな言い方がうまいんだよ、あの人。これ謝罪なんですかみたいな。プロレスうまいよね。いやー、あれは神回だもん。めちゃめちゃ面白い、綾子。綾子呼ばわりしてくるのか面白い。最初は西川先生とか言ってくるんだけど、だんだん、この程度の女とか、綾子はとか言って。私が綾子に抱きついた時の綾子の表情は、まんざるでもないというスケベな顔をしていたので、あら、いいですね、の波が何度も押し寄せてきちゃって、最終的には、押し倒すという結果になってしまいました。なんでこの人覚えてんだろう。カイヤはビンタの威力すごかったんだ。米国の AV 女優とか思った。あれ、構成と台本書いたやつ天才だよな。いや、面白かったよ、見てみるといいよ。初見さんいらっしゃい、楽しんでってください。面白かったらフォローしてください。今放送できないのかな、どうなのかな。ガキツカはね、3ヶ月に1回か半年に1回スマッシュヒット飛ばすから、もうね、大体ね、ぐだるんだけど、たまーに来る神回が見逃したくなくて、毎週見ちゃうんだよな。なんだろうね、ガキツカたまーにさ、たまーに飛ばすじゃん。もうスマッシュヒット半年に1回ぐらい。俺な、やさぐれた田中のシーンすげー好きだったの。田中ってほら、役者じゃん。ひょい型芸人だから、田中がやさぐれる回大好きなんだよね。山ちゃんやめへんでも面白いね。うん、まあね、今できないのかな。いやー、ガキツカは全体的に面白いよ。田中もやるし、遠藤は俺ダイナマイト四国が大好きなんだよね。ほほほいとか、そう、歯が黒くて爪も真っ黒で、メガネコーナーのこれ洗うと、これメガネ洗うやつでズズズとか言って飲んだりとか、パチンコ屋さんのチャリが並んでんのガッシャーンとかやって、俺破天荒やろとか言って、
おもろいやんなーとか言ってキャラ全然違うの。あれ大好きだったね。遠藤尾行大作戦見たことないな。いや面白いよねなんかね。あ、この季節が来たかって。だからね、あの24時間の笑ってはいけないシリーズね、まだあのゴールデンで年末でやる前が好きだったんだよね。廃旅館とかなんかだんだんもう企画のコンセプトが固まっちゃって、なんか毎回入れ替わりのなんか新人の売れてる芸人発表会みたいになってすげえ嫌だった。もっと昔のあの罰ゲームの方が好きだったね。深夜にやってた頃の方が。あー、まあ女性蔑視でクレーム絶対来るか。24時間鬼ごっこ面白いよね。面白いね。でーでーん。浜田、アウト。まあまあまあ、しょうがないよね。滑らない話も初期の方が面白かったよね。うん。あとなんだろうな、ガキ使で面白かったの。なんだろう。3時間っていうか2時間ぐらいだよね、やっぱね。DVD で見てちょうど満足するぐらいじゃないとね、難しいよな笑いって。尺っていうなんかね、今回弾丸塾やっててそれが勉強になった。ぶっちゃけた話、1日で収録したやつを2本に今回分けたの、結果発表といじりを。でなんでかっていうと、30分見て面白かったの、そのいじりが。でここで次結果発表ってなるともうお腹いっぱいってなって、でここで切った方がいいっすよねって、要は脳が持たない30分以上。あの生放送だったらコメントかけるからあの対話できるけど、動画見せられ続けるのでお腹いっぱいはあるんだよ。ジミーのコーナー、ジミーちゃん面白すぎるもんな、うん、あれはずるいよな。面白いよね。罰金のコーナーから、うん、あの1000円入れてくやつ、うん、あんま好きじゃないかな俺は。あの企画書いた人はあんま好きじゃない、うん、ああはい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 、うん、いやヘイポン面白いでしょ。ドキュメンタル見てないんすよ。めちゃくちゃ面白いらしいっすよね。超見たいんすけど、なんかクレジットカードないと見れないから、契約できないから。鬼役熱々おでん持って追いかけたところでヘイポー自身でね滑って転ぶやつだよね。ヘイポーは相当上だよ、うん、ヘイポーは相当上の方だよ。ドキュメンタルやばいんだっていうよね。みんな面白いよっていうよね。1話も見てない。見ようかな。あ、ヒルズに住んでんだ。まあ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 ね、番組のお偉いさんだからね。ドキュメンタル見たいね。制作会社もまあトップクラスでしょ。ナンバー2だから、ガースーはトップだった。あ、ガースーは本社の方か。編集局長とかやってたから、ガースーは本当のお偉いさんだよね。いや見たい見たい、うん、でもあのクレジットカードないと確かネットフリックスが登録できなかったと思う。いやお金は別に払っても見たいんだけど、やばいことやってんだドキュメンタル、うん、制作会社のトップクラスだから相当高給取りだよね、うん、ルールが磨かれていくんだ。へえ。まあまあできないって言うよね。すごいことやってるよって聞いた、うん、ドキュメンタルはえぐいっていう、うん、いや本当にすごいよダウンタウンは。いや、マジでサクセスでしょあれが。もうハリウッド映画みたいじゃん、うん、私シカゴで輝くのみたいなさ。そんな感じでしょ。だってぶっちゃけた話さ、もう最極貧のレベルじゃん。尼崎のスラム街で育ったっていうような話じゃん。浜ちゃんとまっちゃんの貧乏話大好きだもん。あのマヨネーズ、冷凍した食パンにマヨネーズ出されてこうやって浜ちゃんに渡される、あの話大好きなんだよね。
冷凍庫からパン、って湯気出てるパンにマヨネーズかけて、まっつん。おはようございます。うん、あそこの毛をビリビリされてた。うん、あれはかっこいいよね。いや、多分ね、放送室で聞けると思うよ。なんか、まっつんが、まっつんと浜ちゃん、浜ちゃんの方が貧乏なの。で、まっちゃんもなかなかの貧乏なの。で、でも浜田の貧乏さはやばいって超有名で、で、まっちゃんが食パンにマヨネーズかけるとうまいでって言って、浜ちゃんがそれに激ハマりして、もうほぼなんか、マヨネーズ、パンにマヨネーズかけて食べてたんだって。で、ある日、松本が浜ちゃん家に行ったら、冷凍してる食パンに湯気が出てるようなカッチカチの食パンに、マッツンこれやろって言われた時、ちゃうわってなったらしいよ。それはちゃうわ浜田っつってた。あ、裁判もまあまあ、あの中堅って感じ、裁判は。まっちゃんは丸くなったところじゃないでしょ。もう若い頃言ってたさ、俺はこれやらないって言ってたこと全部ひっくり返してるからね。筋トレしたらおもろないねんって言ってたのが筋トレしてるでしょ。タバコは吸い続けるんやっつってタバコやめたでしょ。結婚なんて絶対せえへんって言ってたの結婚してるでしょ。自分の子供、自分と同じ生き物が部屋の中で歩いてたらうざったくてしょうがないわって家族のためにトイザラス並ぶ男だからね今。すごいよね。うん、あ、いいよいいよ、悪いよ、アカウントありがとうありがとう、大丈夫だよ。あ、有料登録したアカウントくれんの、マジで。それはありがたいかもしんない。うん、あ、笑ってはいけないでも話してたんだそれ。まっちゃんも貧乏だよね。そう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 、あのマグロ加えてきて、猫じゃなかった、マグロ取り上げてね。そう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 、放送室面白いよね。だから俺はお笑いはまっちゃんなんだよね。特に一番好きな世界観トカゲのおっさんなんだよね。あれ大好きだったわ。なんだろう、あの世界観トカゲのおっさん。俺が好きなのは働くおっさん劇場、モーニングビッグ対談とかだね。おー面白い。あー、もう楽しい街なんだ尼崎って言うよね。もうヒーローでしょう、まっちゃんと浜ちゃんは。行ってみたいな、尼崎。娘できてからってやっぱ変わるでしょう。はい、ワドツ。がんの不安とか、この先の不安はありますけど、考えてもしょうがないから考えないかな。明日が不安だよ。衣装すごいな。お笑いじゃ、お笑いになって一番悲しいことは浜田と友達じゃなくなったこと。これね、意外と知られてないんだけど、浜ちゃんとまっちゃんって電話番号知らないし、飯も食わない仲なんだよね。すごい有名なんだよ、業界の中では。意外と、もう、打ち合わせすらもしないんだよね。で、お互いのスタッフがお互いに打ち合わせて台本渡し合って確認して、用意ドンで即興でやんだよね。だから本当の親友だから、そうなっちゃうんだろうな。ああ、チキンライスとかね、歌にもなってるもんね。あ、どっちでもいいっすよ。いや、1ヶ月プランでも、1年プランでも。見るんで、絶対。どちらでも、全然ご支援なんで。尼崎は第二の西成って言われてんだ。ショッピングモール、知ってる知ってる。まっちゃんのお兄さんが出たがりっていうの。なんだっけ、ワールドなんとかだっけ。ワールドビジネスサテライトみたいなね。うん、俺あれ好きだったんだよね、あのこれなんだっけ、あのここにさ、こういうプロペラつけるやつのコンタなんだっけ、誰か知らない、ここにプロペラつけるやつの、はい行くよーみたいな、なんかシュンソンシュンみたいな、なんかそんなコンタなかったっけ、ここにプロペラつけるやつ。あとゴレンジャイが大好きだった俺。ゴレンジャイは神ってるでしょ。俺ね一番好きなのがね、ガラガラ、森ビルって言った時の、強いやつで来いって言った時の、ノーパンシャブシャブっていう、東野のノーパンシャブシャブと、松本人志天才賞、森ビルだよ。ビルなの。で、なんでビルなのっていう、そう、森ビルが一番強いっていう発想が好きだったわ。お金持ちとか、ベタじゃないんだよね。森ビルは、ひねりすぎだろうっていう。
すごいよね。一番強いやつと思うやつで森ビルっていう発想力すごいよね。まあまあまあそうだろうね。オチとプロポーズだけは死んでも噛むな。ハマちゃんの高校時代とか、ああなんかね、男子高校、男子ね、寮の生活でね、今だか後輩だったんでしょ。松組だった。へー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 。浜幼稚園の松組。すごい。へえ。幼稚園の時からダウンタウンだった。浜幼稚園の松組すごいね。俺はね、タンポポ幼稚園の象組だったね。タンポポ幼稚園の象組。まっちゃんコントのイメージないってことは若い人だろうね。俺がビートたけしがコントのイメージないのがそれの、ビートたけしって言ったらアンビリーバボーとか司会みたいなイメージだった。アンビリーバボーの司会、あのたけしのテレビナックルの司会とか、いやちょっと出て最後まとめる人ってイメージ。ねえすごいよね。ハマちゃんは暴走する止めらんなかったよね。いや2ビートとかだから分かんない、だからお笑いをビートたけしがやってるっていうのを見たことない。たけちゃんマンとか見たことない。だから33っていうのはまっちゃんのコントがもう天下取ってた。あとはね、あの志村けんかな。あそうそう、うっちゃんなんちゃんのミル姉さんとかね、ポケットビスケッツとかブラックビスケッツとか。あれ？うん、そう。入ったの？どうしたの？あ、そう。気をつけてね。俺トレーニング行ってくるから。ああ、それは好きな言葉だね、38号。だからね、たけしさんは面白いっていうよりもなんかこう司会の人って感じだった。まあまあまあ、俺がフライデー事件とか暴行事件とかね、わかんないからな。わかんないけど、2時から2時間トレーニングして飯食いに行くから夕方頃帰ってくんじゃない？多分。ご飯じゃあバラバラにしようか。行ってらっしゃい。俺はね、芸風が一番好きなの実は島田紳助さんなんだよね。あ、この人の喋りは天才だなって思って、こんな風に喋りたいなっていう喋りの理想像は紳助さん。本当に面白いと思うのは喋りが本質的に面白いと思う。ちょっと哲学的だよね、まっちゃんのあのセリフとかは。たけしのお兄さんも賢い人っていうか、全員東大出とかじゃなかったっけ。なんかお兄さん2人とも東大出てんじゃなかったっけ。違う？これしんすけさんのあの喋りが一番好き。あ、どうなんだろうね、沖縄なのかな。教授なんだ、すげえな。
だからなんか数学の番組とかも面白いもんね。なんか数学好きだもんね。なんかやってるもんね。柴田か。アンタッチャブル柴田か。俺がね、好きなのはね、バカリズムとかね、劇団ひとりとかの、ああいう世界観好きだな。で、劇団ひとりがネタやってる時は本当に好きだった。ああ、思ったね、引退は、俺は。うん、いまだに復帰してもらいたいと思ってるぐらい好きだね、しんすけさんは。クイズダービーっていう番組がどういう番組かわかんない、俺。うん、そうね、たけしさんも高学歴だよね。うん。なんだっけ、ヤクザと付き合いがあったって言って干されたんだよ。干されたっつうか引退だよね。うん。要は友達選んだんだよね。仕事と友達で。ヤクザと交流あるっていうのを認めて、で、まあ、もういいっつって。要はなんか同級生かなんかがヤクザでっていう。で、お偉いさんにその辛い時にお世話になってっていうので。大橋巨泉はだからなんか金持ってて、時々リアトツに来る偉そうな人っていう。リアトツの人みたいな感じ。何この人みたいな。だから、なんでこんな有名なのみたいな。面白くもなくて、でかい面してくるみたいな。知らないね。うん。ああ、YouTube 流せないね。松新大好きだよ、俺。多分全部見てる。まあまあ、もう本人やりきってるでしょ。もうお金にも困ってないし。いいんじゃない？俺は島田紳助さんの番組、松新なんか未だに見るかんね。面白いなぁと思って。要は松本人志のボケを潰せるのこの人だけだよなと思う。って言って なんか、まっちゃんが、なんかね、結構、笑ってはいけないとかの使い古されたテンプレートのネタってあんの。フリートークに見せかけたネタっていうのってあるのね、芸人さんって。例えば俺で言うとこの焼き鳥のくだりとかあるじゃん。フリートークに見せ、新規には騙せるけど、好きな人はもう、あ、これネタなんだっていう、わかるテンプレートってあるんだけど、それをね、ことごとく潰していくんだよね。しんすけさんが。それが好き。うん。しんすけさん、沖縄じゃなかったっけ？あ、まあまあ、そうだろうね。いや、目の上の単行部だよ、明らかに。今田とかがポジション、今田東の方がポジション取ったと思うよ。しんすけさん、吉本で誰を後輩で育てるか。中堅どころから引っこ抜くときに。まあ、島田と、今田と東野だろうっていう。俺は正しい判断だと思うね。まっちゃんやりにくそうっていうか、結構喧嘩するシーンとかあるよ。なんすか兄さんみたいな。タクシーのくだり。まっちゃんがタクシーのネタした時に、え、そいつタクシーかいなみたいな。お前の話し方わからんねん。どこが感動すんねんみたいなこと言って、観客とまっちゃんは分かってるんだけど、兄さん分かってますやんって言って。手挙げて、タクシー止まってお金払って、まっつん頑張れよのくだりじゃないですかっつって、なんか喧嘩になってたよ。あれちょっと嫌な空気流れてたよ。まあ、番組中だから笑いに変えてたけど、ちょっとムスッとしてる空気あったよ。うん。ハワイなんだ。へえ。うん。抑揚って、うん、そう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 。全体的な話と、あと、なんかちょっと宗教っぽい感じになる時あるじゃん。プチゲームみたいな、これやったらこうやねんみたいなのがすげえ面白いの。で、人を引きつける、ちょっとマジシャンっぽいところがあるんだよね。トリッキーなところ。だから企画とか面白かった。前世を遡って何代かやっていくと、実は自分と同じ運命なんじゃないかっていう。そう、前世はあるのかっていう検証企画がすげえ面白くて。そう。ああいうね、ちょっと宗教っぽいところも含めてね、なんか神がかってる時があるんだよね。あれは面白いよね。しんすけさんならではっていうか。あ、でもね、一番嫌いだったのは涙もろいキャラを演じる時嫌だった。なんか感動ものとかで涙、誘い涙するときはヘドが出るから、俺あのしんすけさん嫌いだった。あれ、芸風でやるんだけど、
いや本当に涙もろい人なのはわかるんだけど、あの人も5秒で泣けって言われたら泣ける人だから、しんすけさんのファンなら絶対わかるのよ。ちょっとなんか汚いっていうか、なんか要は違う客層取りに行ってるなみたいな、うん、まあナインティナインはだからあれでしょ、あのほら西なんとかっていうほらあの系統があるじゃん。要はゴールデンでも派閥があるから、要はあのナイナイとかはドリフターズ系じゃん、金ちゃんファミリーとか、要は綺麗系っていうか、うん、俺はちょっと汚れ系が好きだから。感動の押し付け系とかメルヘンとかのモードはうざいよね。ステキヤンモードはいらなかった。なんかステキヤンみたいな、あれは嫌だったな。まあまあだからプレイヤーとしてプライドがあるんでしょ。俺のポジションはつさねえっていうタイプでしょ。あ、岡村とか、いや、女子供向けの、要は子供が見ても笑える番組だから、ポンキッキーズ面白いよねっていうのと一緒だから。それ年齢によるでしょ。子供が見たら楽しいんだよ、あれは。うん、はい、こんにちは。まあ、うつ病だからね、岡村隆史は。躁うつ病の躁がテレビ受けしてる。患者ひょい芸だから、そう状態でわあなんやねんなんやねんとかなんとかってやってうつがガッとくるから、そううつ病でしょ。松新は神がかった番組だよね。うん、まあでも松本が緊張する芸能人ってやっぱたけしさん、さんまさん、ねえしんすけさんの3人なんだなっていう、本当に憧れてんだなっていう。だから松新のファンだ、あ、松新じゃなくて、新助龍介のファンだったのがわかるよね。だから俺がうなちゃんマンと対談してもあんな感じになるでしょ。一回も対談したことないけど、コラボしたらあんな感じになると思うよ。気使うと思うよ。俺の中ではそういう存在、うなだね。うなの部屋に呼ばれてもあんな感じになると思う。これ雛形あきこ可愛いと思ったけどな。いや、ないと思うよ。シャンマンが俺のこと使うわけないもん。だから一生叶わない夢だろうね。シャンマンの家に招かれて座って、シャンマンの放送で俺が喋るっていうことはないよ。うん、まあ唯一なんかごちゃごちゃ呼ばれてる時にね、くっついてくっていうひな壇扱いならあるかもしんないけど、まあおめえも仕方ないから呼んでやるかみたいなのあるかもしんないけど、要はコッパ役でしょ。うん、ああ人生何回目かって話ね。うん、まあまあ、でもないって分かってるからね。うん、もうだからウナの洗脳が解けたのはやっぱふわっち来て半年ぐらいじゃん。ウナにブロックされて、ウナにツイッターもふわっちもブロックされて、やっぱりその信者ではなくなったかな。もういいやっていう、プレイヤーでやってくわっつって。それまではウナ大好きでウナの放送ずっと見てたからね俺。もう今全く見てない。もう、うなちゃんマンは脱うなちゃんマンだよね。
雛形あきこ可愛いかんな、普通に。岡村隆史は惚れるの分かる。ていうか、岡村隆史はね、多分ね、雛形あきこが相手にしなかったのが原因だと思ってて、俺、普通に結婚すればいいと思ってたからね。多分、本当に好きだったんだよ、雛形あきこ。ああ、熊田曜子もマジだろうね。うん。熊田曜子もまんざらじゃなかったもんね。まあ結構だからアイドル好きになる。本当に可愛い人好きになるよね。繊細な人なんでしょう。あ、まあまあまあ減らるでしょう。本気で好きになるタイプでしょう。あ、いや本当に俺は今でも師匠だと思ってる。あ、まあまあ今は思ってないか。うん、俺は師匠だと本気で思ってたよ。うん、だけどブロックされたってことは弟子じゃねえってことでしょ。うん、すごい言い方するなっていうのはどういうことよ。ブロックしたの向こうなんだから、俺の放送見るなってことでしょ。俺は本当に師匠だと思ってたよ。ずっと放送雑談のいろはを学んだのは俺はあの人だから。でも別に変な失礼な言い方はしてないと思うよ俺。俺は俺でやってんだから。まあまあ結婚大丈夫で、いまだにはペッパーくんがいるから。可愛げね。ウナに何回あるかな。3回あるけど、席入れない理由、まあ今のりこいないからあれだけど、あの嫌だろう向こうの家族が。俺はだからのんちゃんが入れたらいいって言うけど、あの俺は別に結婚願望とか本当にないのよ。のりこと一緒にいるのが幸せだから。だから向こうの家族がさ、やっぱり認めないよね、前科三犯で。だから、いいのいいの。俺とのりこは、これで。うん。いや、本人の前で言えないじゃん。でも、のんちゃんが別に結婚願望ないって言ってるから。のんちゃんって家族と仲いいの？仲は良さそうだね。うん。そりゃそうでしょ。62号さん、何喋ってても和道なんか上からのトーンに聞こえる。俺のことを下から見てるからだよ。わかる。見上げんのやめよ。わかる。俺と同じ目線に立って、俺がいかにフラットな男かわかるから、俺のこと見上げるのやめようぜ。いや、事実婚とかじゃないけど別に。結婚とか当人同士の問題なのに、理由何とか、ぶしつけだな。まあ、教養がある方なんでしょう、36号さんは。これ結構フラットの方だと思う。うん。まあまあまあ、人のこと言える身分じゃないよ。俺も稼げてないし。
ウナがどうとか言ってる感じじゃないもん。俺だって花火ゼロ、アイテムゼロかよ。花火どころじゃねえよ。風船も飛んでねえよ。まあこれが現実だからな。人のこと言えねえよ。あー、いやもう出ないと、いや外配信行かないと忘れてた。昼集合だから外配信行こうか。ヒカルくんに会いに歌舞伎行くわ。ヒカルくんに電話しよう。ヒカルくん、ヒカルくん、寝てんのかな。出ないね。ヒカルくん出ねえな。寝てるなこれ。どうすっかな。まいったな。寝てるっぽいねヒカルくんね。どうしよう。あー風船ありがとね。アイテムありがとう。大丈夫なのかな。いや昼間に集合って言われたんだけど、あ録画は撮るつもりだけどね。一応俺は録画は撮ろうと思ってる。 YouTube に上げるように。どうすっかな。いや漫画喫茶だよ。いまだに満喫生活でずっとビジホじゃない、満喫にいるよ。多分彼女いない。嘘つくタイプじゃない。ヒカルくんこんにちは。バガーありがとう。風船ありがとう。こんにちは。捨て頃ね。まあ正直言うと全部が全部、勝つな負けるなも全部プレッシャーだかんね。ありがとうありがとう。いや自分のあの確認のための動画だからね。あれ文章かわいいよね。文章かわいいよ。用意しないとな。ちょっとあの洗濯物干すところだけちょっとごめん。みんななんかわちゃわちゃ俺の文句言ってて、みんなで戯れてて、ちょっと洗濯物やってくる。いやプレッシャーになるんだよ結構捨て頃の話題。ナーバスってやつか。あごめん、まだ俺が映ってるってことはコメント見てるからやめて。まだ俺が見えなくなったらあの悪口言っていいよ。いやまだ早いって。そういうところがな、ニコ生と違うところなんだよな。アマチュアなんだよな。行ってくるわ。おはよう。もしもし、今日さ何時にどこに集合しようか。あどうする。俺今から出ようかなとか思ったんだけど、どっちがいい。あそっかそっか、オッケーオッケー。オッケー、じゃあ俺も配信回しながら歌舞伎行くわ。じゃあ昼頃どこにする場所。
あ、オッケーオッケー。じゃあ、あの、お茶の前にしようか。うん、お疲れっす。失礼しまーす。
こ持ってけねえか。じゃあみんな携帯配信に切り替えるわ。みんなどうも。どうもどうも。みんな切り替えるね。お疲れ様。みんなお疲れ。ちょっとね、切り替えるから。よろしく。外配信みんなで一緒に行こう。みんな見たいでしょ、俺の外配信。今からヒカルくんのところに向かうから。お疲れ。